はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー。にゃんこ先生たちはね、お眠りになっております。はい。えーとですね、えー、先日ですね、はい、先日、いわゆるブリーの点々のね、えー、おくちゅーりの会社が、おでんの具をね、準備中だということで、はい、鶏、えー、ちゃんのね、はい、イ、え、ン、ー、のね、フルフルのおくちゅーりを、 まあね、おくちゅりの会社がおでんの具をね、えー、準備中、はい、えーえー、おくちゅりの会社がおでんの具を準備中ということを、えー、ちょっとね、えー、言及しましたが、今回なんと、あのね、えー、日本にも発出所ですね、日本にも文典があるあの C のー D のね、はい、えー、なんちゃらですね、C の D のなんちゃらが、今度はね、 今度来るのはね、はい、えー、鶏ちゃんの陰のフルフルだよー、大変なことになるよーって予言しましたね。はい。まあ予言というかね、えー、今度はこれをね、お空からね、多分ね、こう、マッキンこー、マッキンこーってするんでしょうね、きっと。はい。これ、まあ、繋がってきてますよね。 やる気満々でございます。はい。えー、このまんま、あ言ってました。はい。えー、まあ、アメちゃんのね、テレの B でね、アメちゃんのテレの B でね、このまんま言ってました。次はね、ニワトリちゃんのね、あの、インのフルフルでございますと。はい。えー、大変なことになりますよ。はい。えー、なんとね、えー、4する率が、ああ、10%から50%なんで、えー、大変なことになりますよ、と。 え、真顔で語っておりました。はい。えー、もうね、えー、なんともね、えーあ、まあ、そうだろうなって、おもう、まあ、準備はね、もうね、わかってるんで、こっちはね、もう、あのー、備蓄やらないやらしてるんですけど、はい。わかってない人はね、大変なことになるかもしれませんね、これもね。はい、まあ、 そういうことです。まあ予告がされたというか予言されたというかね。はい。まあそういうことですね。予言ですね。予言。はい。まあ一応予言と言っておきますね。はい。そういうことです。プランですね。はい。プランが実行されますよということを C のね、えー、D のね、えー、なんちゃらのね、えー、偉い人がね、テレビでそのまま言ってしまったということでございます。はい。えー、まあそういうことなんでね。 えー、何かね、こう変なね、えー、まあ、感の先々症が流行ってきたらね、えー、これはおかしいぞというようなね。はい、えー、皆さんね、お家にこもった方がいいですね。まあ、そのための備蓄ですから、はい。 まあそういうことでございます。なのでね、今のね、これも全部繋がってくるんですけど、例のね、メロンですね。はい、マスクメロンちゃんですね。あれを外せ、外せ、をよくやってますよね。はい、えー、まあ、これにも関係あるんでしょうね。えー、もうそろそろお、ね、別のものをね、マッキン庫ってするんで外しといてもらわないとね、 えー、ちょっと困るんですよと、はい。サクッと上できないんでね、っていうことなのかもしれません。はい。まあ気をつけましょう。はい。人混みにはね、なるべく行かないことです。どうしてもね、行かなきゃいけない用事があるときもあるんで、まあそういうときはね、えー、完全にね、えー、某の B をしてね、えー、棒の B をしてください。はい。そういうことです。 はい。まあ、今、支援もありますんでね。あんまり本当に出かけたくはないんですけど。はい。えー、落ち着くまではしょうがないです。はい。まあ、できたらね、皆さんね、支援を出してらっしゃる方、あー、いわゆるデトックスですね。デトックスをしていただいて、えー、なるべく出さない体に戻っていただきたいなとは思ってるんですけど、まあ、少ないでしょうね。はい。 もうここら辺も現実なんでしょうがないなと思ってます。はい。まあそういうことですね。それではこちらの記事も貼っておきますんで、えー、皆さん見に行ってください。えー、のね、なんちゃらがね、えー、予言したと。はい。次はこれだということでね。はい。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい、マナジー。バナジン可愛いですね。ねえ。 イケちゃんもね。